おはようございます。こんにちは。撮っても大丈夫ですか？あ、はい、いいですよ。ありがとうございます。これどのぐらいの年式なんですか？昭和48年かな。昭和48年。はい。何年前ぐらいなんですかね。もう50年近い前。そんなに前ですか？いつ頃手に入れたんですか？1年半ぐらいまでですね。1年半前ぐらいに。じゃあまだコロナがもう真っ最中の頃。そうね。じゃあお高い時期に。そうね。そうね。そうね。バイクはもう自分なんかの時はね、はい、高校生の時から乗ってるから、はいはい、ずっとバイクが好きで、はい、コロナでも何でも関係なく、はい、ずっと乗ってたんですよね。これ前から欲しかったんですか？これは自分が中学ぐらいの時あれの現行のバイクだから、はい、憧れてたから、ね、ああそうなんですか。それで、はい、昔からその頃はもう自分なんかの時は、はい、免許取る頃には、はい、免許大型免許っていうのは、はい、乗れなくなっちゃったから ね、全然一発で受からないと。そうですね。今は教師場でね、はい、取れますけど、はいはい、だから諦めてたけど。ああなるほどなるほど。変わってね。あ、そういうことですか。で教習所行ったんですね。じゃあ教習所行って取ってね。ちょ、お兄さんは何乗ってんですか？僕は今日 NHB 乗ってきました。 NHB？ NSR50 です。 NSR でね。はい。いいじゃないですか。じゃあこれもちろん国内じゃなかったってことですね。50年前ってことは海外仕様。国産ですよ、もちろん。これの逆輸入っていうのは。あ、そうなんですか。もう確かダブル。あ、7班以上だと海外とかいう時期があったんでしょうっけ。聞いたことあるけど。あ、これはダブル1とか。はい、これはダブル3って言うんですけど。あ、3なんですか。3ですね。へえ。ダブルワンツは何人がどっちなんですか。もう前輪のディスク見てもらうと分かるんですけど、はい、あれがドラムブレーキなんですよ。あ、そうなんですか。これ後ろドラムじゃないですか。はいはい。前後ともドラムブレーキがダブルワンなんですね。それな何 cc なんですか。あ、もちろん同じ600。あ、同じなんだ。エンジンは同じ。ふん。ただブレーキが、後輪のブレーキが左なんですよ、はい、ダブルワンになると。あ、そうなんですか。超古いやつはね。へえ。事故が多いっつんで、だんだん変わってきて、右ブレーキになったりして。へえ。それがちょっと違うんですね。エンジン自体は同じなんだけど、はい、キャブがシングルキャブなんだね、向こうはね。これツインじゃないですか。はいはい。本当だ。ちょっとそういう違いがちょっとあったんでね。へえ。はあ、なるほどね。お兄さん、少しでかいのだんだんこれダブル1、ダブル3ってやって、ダブル2っていうのはもうあったんですか？ダブル2はないです、ね、あ、ないんだ、はい、1から3に飛んじゃうんだ。そうですね。ダブルシリーズはダブル1があって、ダブル 1S、 はい、あとダブル 1USA っていうのがあるんですよ。オレンジの線が入ってる。あ、そうなんですか。はい、あります。今ダブルってのは現行でもまだ出てるんですか？今のはもう全然新しく、はい、ダブルとのエンジンがもう全然違いますんでね。インジェクションになってるダブルシリーズ。あ、でもシリーズとして名前は残ってるんだ。ありますね。形も近い形は似たような感じになってます。内容がもう全然違いますよね。前後ディスクで LED ライトがついて、あ、まあそうですね。タブレットとかっていうやつが。これ強制開閉式キャブですか？これは普通の何なの？ラムウェアですか？いや、これ強制ですよ。セット、キャブの調整って自分でやるんですか？あのバイク屋さんに全部任せた。あ、任せたんですか？買った時は調子悪かったということですか？じゃあキャブの。そんなことない。そんなことないけど、そのなんとこう寝てるものをある程度組み立って一つの形にするやり方がほとんどなんですよね、はい、このバイク自体がもうそんなに数がないんで。寝てたやつを買ったんですか？じゃあだからそういうバイク屋さんがそういうんで取り寄せとかいろいろして組み立ててるわけですね。 ある程度はね。本体自体はエンジンなんかはそのままなんだけど、はい、足んないところっていうのは随分出てくるんで、後ろのドラムブレーキだとかブレーキの ドラム、はい、そういうのは新しいっていうか調達して、はい、組み直して。あ、キャブなんかはもう新しいキャブですよ、ね、あ、そうなんですか。でも純正通貨
全く同じものですよ。あ、同じもの、あ、出るんですか、まだ。川崎は結構あれ持ってるんで。あ、そうなんですか。川崎自体が、川崎一番あるんかな、部品が。あ、そうなんですか。はい、ホンダなんかのがないんだよね。これはバイク屋さんで中古店で買ったんですか。そう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 。あ、別に川崎専門店じゃなくて。あ、ないない。いろんなとこ、お店、あ、いろんなバイク扱ってて、はい、これどうやってあれですか、知ったんですか、このバイクがそこにあるっていうのは。なんかネットで、あ、ネットで、ネットで見ると、あー、ブーバイクっていう、あー、あ、そうですね、それ見ると出てたんだけど、それで見に行って埼玉でね。あ、埼玉だったんだ。埼玉にね。へー。です。それは買ってから整備しないと乗れないような感じのバイクだったってことですか。ああ、もう全部ちゃんと整備全部。あ、してあった。バイク屋さんがしてくれて。あ、しててくれてね。そういうなんかとても古いから危なくて乗れないですよ。ああ。整備をちゃんとしてないと。あ、そういうこと？特に足回りね。ああ。じゃあ結構なお値段だったってことですか。そうですそうです。ああ。足回りはもう全部やってないと。ああ。あとこれ見ての通りキャブってはい、あれなんですよ。この昭和の時の方式っていうのは、はい、ガソリンを乗る時にガソリンを上げて、あ、で今止まってるから、はい、ガスポットを止めるんですね、はい、それしないとダメなのバイクなんですね。あ、それがめんどくさいです、ね、忘れちゃうと大変なことになっちゃいます。下から少しずつ漏れちゃうんですか。ドレーンがホースがあってから出るようになってるんだけど、乗るときにはまたコックを開けてしないと、はい、かかりが悪くなるのと、あとプラグが湿っちゃうんですね。あ、そうなんですか、うん、えぇ、プラグが湿っちゃう。もういくらも乗んないうちにプラグ交換したことがあるんで。あ、そうなんですか。あ、手間がかかるバイクなんですね。あ、もうそれは昔の方式だからね。あ、それがまた可愛いです、ね、手のかかるほど可愛いとそういうことですね。はい、ありがとうございました。はい、はい、どうも。